セントリュウと北桜です。初日星丹後に敗れましたセントリュウですが、2日目玉の灘を送り出し、そして昨日は大志を送り倒しと、決まり手から見ても動きがいいんだなという感じがしますが、いかがですか。そうですね、やっぱ立ち合いのですね、当たりが強いですのでね、はい、腰割ってですね、下からこの思いっきり当たってますよね、そしてこうついてこういなしてという形でまあ送り出しというになってるんですけどもね、はい、まあ、相手をこう押し込んだりしてますのでね、それが有効に決まってると思います。そして、対戦相手の北桜ですが、昨日琴岩国に勝って初日を出しています。十両は通算6場所目になりますが、まあ、新十両の時には交渉で全休でした。そうですね、それを除いてですね、過去5場所のうち、勝ち越したのがまだ一場所しかないということで、どのあたりか、左の上手を取るとね、力強いんですけどもね、はい、自力持ってるんですよね。ただやっぱりこの なんていうんですかね、その、まあ、自信を持ってですね、こう相撲を取ってもらいたいと思うんですよね。体大きいですからね、もっと大きな相撲をですね、取ってもらいたいと思うんですよね、はい。立ち合いです。上手を引きつけています。北桜、北桜出る、寄り切りました。北桜の勝ちです。今日はいつもの得意の左上手ではなくて右の上手を引きましたね、北桜は。そうですね、まあ、それも今日は考えてですね、いつも左だけだから今日は右の方へ、ちょっと変わり気味ですか。そうですね、ちょっとそうですね、変わって取り行ってますよね、はい。まあ、先手としては相手はいつも左の回しを、ね、引きに来ると思って当たっていったんでしょうけどね、今日はその逆をついてですね、はい、思い切ってこの左の方、あ、右の方へ変わってですね、上手を取り行ってますよね。そうですね、立田山さんが今